皆さん、事故物件という言葉をご存知ですか？マンションやアパートなどの部屋探しをしたことのある方は聞いたことがあると思います。事故物件とは、不動産の売買や賃貸借契約の対象となる土地、建物、アパート、マンションなどのうち、物件の本体部分、もしくは共用部分のいずれかで、何らかの理由で全居住者が死亡した経歴のある物件のことです。こちらの映画はご存知ですか？ルームロンダリング。ルームロンダリングとは、事故物件に住み込んでその履歴を帳消しにし、次の住人を迎えるまでにクリーンな空き部屋へと浄化すること。引っ込み思案で人付き合いが苦手な主人公の巫女にとって都合の良い仕事だったはずが、行く先々で待ち受けていたのは、幽霊となって部屋に居座るこの世に未練たらたらな元住人たちだった。事故物件は一般的に忌み嫌われますので、不動産会社それぞれの告知義務はあるようです。しかし時にはその物件のオーナーが不動産会社に対して事実を伏せていたり、オーナーも仲介業者が変更になったりして、過去に何があったか把握できないケースもなきにしもあらずだそうです。ですので最も安心なのは、新築以降オーナーが変わっておらず、かつ管理会社も同じ物件を選ぶことです。まずはその条件に当てはまるかを不動産会社に確認の上、過去に事故物件相当のことが起きたかどうかを質問しておくことが良いと思います。しかし事故物件は家賃を引き下げることが多いので、それらの事実を気にしない人にとってはお値打ちな物件です。例えば2017年に神奈川県で非常にショッキングな事件が起きました。その現場となったアパートは当然事故物件となります。悪質な業者だと事故物件であることを隠して販売する事例もありますが、全国規模の大ニュースとなった事件は隠して販売するのは難しいですね。2019年時点の情報では、事件があったことを承知の上で入居をしている男性がいるそうです。家賃1万円強で静かな環境での一人暮らしができるというメリット、これが男性にとっては事件があった部屋に住むという心理的な抵抗よりも上回ったということですね。皆さんこんにちは、キューブギークへようこそ。ナビゲーターの月原豊です。今日は日本の事故物件の話を5つ紹介します。1. 東京都 A 区のマンション。一つの物件で3回も事件が起こり、最終的に4人が亡くなっています。最初の事件は2006年のこと。そのマンションの3階部住人同士が喧嘩をし、一方がビール瓶で殴って死なすという傷害致死事件が起こりました。その後2009年には屋上で首吊り自殺が発生、さらに2010年にはその物件の大家であった女性が元住民かつ元夫である男に刺殺されるという事件が起こり、その後犯人は埼玉県で自殺した状態で発見されました。事故物件でまた事故が起こるというのは非常に稀なケースだそうです。理由も関係もないのに事故が立て続けに起きるのは、その土地に何か呪いのようなものがあるのではと思ってしまいます。2. 福岡県桂市のマンション。10階建てのマンションの4階の住人が自分の部屋の真下の3階の部屋も買って、2部屋を階段でつなげたそうです。その3階部分の部屋は自殺があり、住人はそのことは承知の上で、一室だと手狭だからと買い増ししてつなげて、結局自分自身も自殺してしまったそうです。何かに引き込まれてしまったのでしょうか。3. 東京都 T 区のマンション。
それまでの入居者は4人連続で夜中にうなされ退去したという物件だったそうです。住人は引っ越した当日から不可解な出来事に遭遇しました。深夜2時ごろ、カンカンカンと火の用心の夜回りなどで使われる拍子木のような音が聞こえてきました。飛び起きて窓を開けてみると、外には誰も歩いておらず、大きく鳴り響いていたはずの拍子木に似た音も鳴り止んでいました。しかし入居7日目、ギーコギーコギーコ、何かをすりこぎですりおろしているような鈍い音が聞こえてきました。音は止めどなくゆっくりと続く。何か大きく硬い物体を長時間かけてすりおろしているかのような音。しかし正体を探ろうとするといつも音は消えてしまうそうです。4、埼玉県慶市のマンション。夫婦と小学生の子供が2人、一家心中した物件です。それを承知の上で家族で引っ越してきた住人は、下の階の住人から足音が響いて困りますと苦情を受けます。全く覚えがない苦情だったため、足音がするという場所を確認すると心中があった部屋だったそうです。ここで亡くなった家族たちは開花に何をアピールしたのでしょう。5、京都府慶市の一軒家。多くの観光客でにぎわう関西でも人気の高いエリアから少し外れた町にその一軒家はありました。木造の3階建ての3階の一室で練炭による集団自殺が起きました。亡くなったうちの一人はその家に住む男性でした。しかし後の二人は自殺サイトで知り合った仲間たち。集団自殺が起きた後、その一軒家は事故物件として通常よりも安い価格で売りに出されました。するとある男性が事故物件であることを承知の上でそこを購入したのです。集団自殺があった家でも気にしないし、それが理由で安くなるならむしろお得だということだったのでしょう。それから10年ほどの月日が経ったある日、男性が呼んだシロアリ駆除の業者が床下を覗くと、そこにはブルーシートに包まれた白骨化した女性の遺体が2つ発見されました。このことから、もともとこの家に住んでいた男はとある理由から2人の女性を殺害、その遺体をブルーシートに巻いて床下に隠す。しかし男は追い詰められたのか、自殺サイトを通じて出会った仲間と一緒に自殺と推測されています。その後ここ練炭自殺があった家とだけ認識していた男性が購入、床下に2人の遺体があることにも気づかず10年近くその上で住み続けていたということになります。ちなみにその男性は床下から遺体が発見された後も引っ越しはせず、合計で5人もの遺体が発見されたその家に住み続けたそうです。どうでしたでしょうか。ところで事故物件専門サイト成仏不動産という不動産屋を見つけました。この不動産屋さんは孤独死、自殺、殺人など死にまつわる物件情報を紹介しています。成仏不動産の使命は死という事実以外は至って普通の部屋である事故物件のマーケットを整え、事故物件の価格を上げることだそうです。家探しをするときに事故物件も選択肢に入れる、これはいずれスタンダードになるでしょうか。あなたは事故物件に住めますか。コメントやご意見、新しいストーリーのリクエストをお待ちしております。チャンネル登録して通知ボタンを押すと、他にもたくさんのストーリーをお届けしたいと思います。よろしくお願いします。